ジェネレーションズ関口メンディー、スノーマン目黒蓮は、めちゃくちゃスターでした。印象の変化明かす。ジェネレーションズの関口メンディーが24日、自身のインスタグラムにて生配信を実施。12月8日放送のスノーマンの冠番組、それスノーマンにやらせてください、TBS 系、夜8時に出演することを報告し、スノーマンの目黒ハスの印象について語った。関口メンディー、それスノ、収録後に目黒ハスのイメージ変化ドラマ、サイレントに出演していた目黒について、同じクールに関口もアベマドラマ、覆面 D に出演していたこともあり、関口は、勝手に意識していた部分もあったので、お会いできて嬉しかったです。かっこよかったです。めちゃくちゃスターでした、と本音を語った。そんな目黒と実際に共演してみて、なるべくしてなっている人というか、根っからのスターなんだなと思っていたんですけど、実際にお会いしてみて、めちゃくちゃ努力の人なんだっていうのがすごく伝わってきました、と印象が変化していったことを明かし、収録の3時間ぐらいしかご一緒してないんですけど、その間だけでも、この人努力の人なんだなってすごく思いました。